そうですね。今年まず特徴的なのは、やっぱり新型コロナウイルスのパンデミックにより、なかなか経済活動が思うように進まない会社が多く、今まで裕福だった人たちがますます裕福になる。ここ近年非常に力があるのが、今おっしゃられたイーロン・マスクだったり、ジェフ・ベゾスといったテクノロジー関係ですごく富を蓄えた方々が、ますます象徴的な存在になってきたのかという気がしています。これは分からないですよね。本当にもうイーロン・マスクにしてもジェフ・ベゾスにしても、もともと持っているビジネスがそれぞれ安定している、イーロン・マスク率いるテスラに関しては、今は若干その乱高下していますけれども、ただその電気自動車、EV マーケットに関しては、ますます拡大することは間違いないので、そういった中では将来性が高いのかなと。それに対して、ジェフ・ベゾス率いるアマゾンというのはもう、この中でも証明されたように、やはり生活のインフラナイスだと。なので非常に盤石だと思います。そういった2人が、その富を使って、さらに宇宙開発といった領域でも活動しようとしていると。この部分に関しては、非常に注目すべき点であって、宇宙というのは深海や、あとその我々人体と並んで最後のフロンティアとされている領域だと思うんですけども、我々が今まで見たことがないビリオニアというのは誕生するかもしれません。イーロン・マスク、ジェフ・ベゾスといった方々は、もうもちろんその発想であったり行動力という部分で、彼ら自身はとてもすごいんですけれども、やはり一人で何かを成し遂げるのはなかなか難しいと。そういった時に、周りに誰かサポートしてくれる人、理解者がいるというのは、やっぱり必然なことだなと思います。そういった時に、ジェフ・ベゾスの周りには、ジェフ・ウィルキンだったり、あと今度、新たに CEO に就任すると決まっているアンディ・ジャスティといった、すべて経営者候補という方々がいたと。一方、イーロン・マスクにもやはりそういう人がいて、それは投資家のスティーブ・ジャベットさんという方がいるんですけども、こういったその懐刀というのか、あるいは、困った時に助けてくれる理解者というのがいるから、成功したのかなという気がしています。やはり注目は中国とインドの台頭ですよね。もう中国に関しては、一昔前はいわゆる部品をたくさん集めて製造するという工場という印象が強かったと思うんですけども、今は徐々にその大きなマーケットと、あとその蓄えたリソースをもとに、その次々とオリジナルな商品を作れるようになってきていると。やはり多くの方々がアメリカであったりヨーロッパ、日本といった国々に留学して、で、中国に戻ってそれを還元していると。そこで新しい事業、アイデアというのが生まれてきて、で、最近ではやはりその宇宙開発でも非常に大きな結果を出していることもあるので注目かと思います。で、インドに関しては現在はちょっとコロナウイルスで苦しんでいるんですけれども、もともと持っている教育レベルと、あとその人口というのは非常に優位で、今後世界でもますます活躍していくのではないのかというふうに思います。ただ日本はどうしてもその控えになってしまう、謙虚になってしまうところがあると思うので、そういった姿勢というものは、すごくとても大切なことだと思うんですけれども、やはりその前面に出ていく積極性であったり、自ら持っている技術であったり知識というものに自信を持って、よりアピールしていってもいいのかなという気がしています。